榊です。今丸の内に来ておりますけれども、こういった街ではですね、電柱とかあとエアコンの室外機みたいなものがちょっと一切見当たらないんですけれども、一体こういった街ではどうやって冷暖房あと電気を供給したりしているんでしょうか。街のエネルギー事情についてお伺いしたいと思います。ゴー。三菱地所の足立でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こうやって見ると本当街に例えばエアコンの室外機だったりとか電柱だったりとか、なんかそういったものが見えないんですけど。そうですね、はい、このビルはですね、地下に大きな、熱を作ったりですね、冷水を作ったりする、工場みたいなのがありまして、でさらにそれを、トンネルで、ビルの間をビルを供給していると、そういうちょっとそういう仕組みを地域冷暖房っていうんですけれども、はい、その仕組みがこう街中に張り巡らされているということになってます。こちら中通り綺麗な舗装になっておりますけれども、この下ですね、どうですかね、20〜30メーターぐらい下ですかね、には大きなトンネルがありまして、でその間の中に冷水ですとか蒸気を通して、で各ビルの方にそれを配っているという仕組みが地域冷暖房という仕組みで、それを使って各ビルが冷房とか暖房をやるというようなやり方になってます。先ほど立っていたのがですね、この辺りでしたので、はい、この辺りからずっと250メーター、トンネルがあります。で深さはですね、一番深いところで30メーターぐらいで、ここに有楽町線のがこう縦に走ってますので、その下を、こう通るような、そんなような形になってます。これが中に冷たい水が入ってまして、それをこういうぶっ通い配管で送っていきます。この冷たい水に空気を当てて単に冷房してるっていうのが、それが単純な仕組みになってますけ ど、蒸気管はこの中に蒸気を作ってまして、はい、それをビルディに送って、そこにそれで暖房するという仕組みですね、はいはい、じゃあ中にちょっと、はい、それでは中に行ってみましょう。斜めにずっとなってますね。すで、ちょっと降りてみましょうか。これがちょっと冷たいかな。あ、ちょっと冷たいような気も、はい、こっちがですね、蒸気管なんで、これちょっと暖かいですね、これは。ですので、水が行って、はい、それで帰ってきます。で、ちょっとぬるくなった水が帰ってくると、はい、で、蒸気もこの蒸気で送って今度はお湯になって帰ってくる、ね、お湯になって帰ってくるんですね、お湯がこれかな。あー、はい、なるほど。ということで、はい、すごい。この辺に電気のケーブルが走ってまして、はい、これが今はですね、非常時だけなんですけれども、はい、ビルで作った非常時の発電機を他のビルに供給をしています。なるほど、はい。でまだ上の方にちょっとはしごみたいに残ってて何もかかってないのは、はい、これ将来的にはここに電気の配線を通して、なるほど、町全体でその電気の融通をするとか、はい、そういったのもできたらいいなっていう計画にはなってます。なるほどなるほど。ここは最下点、はい、はいはい、よいしょ。じゃあ先行ってます。あ、この下にプラントがあるわけですね、はい、この地下にあるので、水没するリスクもあるので、これが全部ガーッと閉まって、ほう、すごい扉だ。プラントを守れるように、はい、へえ、金庫みたいになってますね。はい、はい、丸の内、熱供給というところですね。新田さんです。こんにちは、よろしくお願いいたします。こちらなんか壁に町の絵が描いてありますけど、はい、これは何ですか。地域冷暖房の仕組みを見学やご視察いただいた方へご紹介するこう映像見学ツールになっております。はい、ではちょっと見ていただきたいなと思いますが、はいはい、お、光った。はい、ご注目ください。はい、おー、ここはビジネスの中心となる大都市エリア。高度な環境性、防災性が求められるこの街の空調を、すごい、地下に張り巡らされたエネルギーのネットワークで支えているのが丸の内熱供給の地域冷暖房システムです。
それでは丸の内熱供給の地域冷暖房のシステムとメリットについてご紹介しましょう。このように地下で作った熱エネルギーを、はい、街全体ビル全体へお届けしているという、そういったものになります。でこのようにこう地域冷暖房のシステムかメリットかということで分けまして、はい、その特徴をご紹介するそんなツールになっています。振り返っていただいてこちらの方ご注目ください。はい、パッと、あら、こちらがこの地域冷暖房のシステムをコントロールしている、ここでコントロールしてるんですね。はい、へー、設備技術員がですね交代制で、はい、まあ、24時間365日常に常駐して、はい、こちらのこうコントロール室で、計7個のプラントを、はい、見ております。はい、今ちょっと地下の方にやってまいりました。ここが、大手町の地域冷暖房プラントの、はい、冷たい熱冷水を作る、はい、冷凍機が置いてあるフロアになります。はい、こちらでじゃあそのエアコンの冷たいものを作るってことですか。そうですね、はい、こちらで製造しています。なるほど、意外と静かなんで、ここで、はい、蒸気を作ってますね。はい、暖房用の熱エネルギーの蒸気を作ってます。非常に簡単に言えば、あの大きな夜間みたいなもので、あーすごい、まあ、これで、蒸気をガスから、ガスを燃料にして、蒸気を作るということになってますね。はい、あれで燃やしてるんですね。燃やしてるだけです。へー、単純なんですね。これ工具ですか。そうですね。うわー綺麗ですね。これで常にチェックしたりとか、ね、ここにこういうものもありますね。はい、ここからちょうどプラントから外へ出ていって、あ、ここから出ていくんですね。プラントから、わー、大きな冷凍機ですとかボイラーで集中的に冷水や蒸気を作るということで効率的に作れることができますので、小型のものでやるよりはもう3割ぐらいですね、省エネになるというふうに言われておりまして、まずその省エネの効果が非常に大きいということです。それからあのこのプラントをですね、このエリアだけでもまあ20個ぐらいありまして、それをこうつなげていっております。であのまあ、効率よく運転するというのもあるんですけれども、災害時にですね、例えばどっかのプラントが電気が来なくなって、動かなくなるとか、まあ、災害で止まってしまってもですね、他のエリアのプラントが連携することでその、あの供給ができるということで、いわゆるその BCP というんですけど、業務の継続がですね、図れるということが、まあ、あのできるんじゃないかなということで、まあ、その省エネと BCP 性能の、まあ、向上ということで、まあ、プラントはメリットがあるんじゃないかということを考えています。はい、今上の方に、屋上ですね。これはここがですね、先ほどのビルの屋上になります。はい、これが冷却棟って言いまして、はい、さっきのあの冷水を作るときに、電気から冷たい水を作るんですけど、やっぱ熱が出るので、それをですね、ここに 水で上げて、水の気化熱で冷却するっていう、そういう仕組みになってます。仕組みが非常に単純で、上から水をバーッと流すだけで、はい、熱、水の温度を下げて、でまた戻して、でそこにまた温めて上に上げて、あ、なるほど、っていう非常にあのシンプルなんですね、構造になってます。うわー、すごいなあ。今ちょうどこれゴンドラ、窓拭きゴンドラ、ゴンドラがうわ怖い。これ今冷却棟の上に立ってますけどね、はい、大体あのビルの屋上、まあ全部、はい、あの何棟かのビルの上にこうやってあるんですね、冷却棟があって、はい、スカイツリーも今ありますね。そうですね、ちょっと窓拭きある、窓のゴンドラも怖そう怖そう、ヘリポートになってて、はい、まあ、緊急時にあのヘリコプターで救助ができるっていう、ヘリポートがあって、あとそれ以外はこういう機械物が大体屋上の方には、すごいいろんな機械がありますね、まあ再生可能エネルギーというのは、ここに書いてあります、太陽光発電ですとか風力発電、水力発電、バイオマス発電と、まあ、いうことで、
自然のエネルギーを使って、まあ、基本的には今電気がほとんどですけれども電気を作っていくという仕組みになっています。タイマリューでいくと18棟になるんですけどを再生可能エネルギーの電力で供給しようということを決めまして、こちらの方ですね、当社所有ビルの排出量の約8割を、全部再生可能エネルギーにするということにしてあります。先ほど見ていただいた熱供給は、まあ、徹底的に省エネを図ると、省エネを図っていきながら、まあ、もう一方ではですね、こういう再生可能エネルギーを使って、クリーンな街づくりにしていくと、まあ、いうようなことを両輪で進めていくというようなことを今やっているということですね。そうですね、この、まあ、大手町丸の内有楽町という、まあ、大きな都市ビルがですねいっぱいある街になっておりますけれども、再開発がどんどん進むにつれてやっぱエネルギーも多く使っていくことになると思うんですけど、今後我々はまあそう逆にですね、エネルギーを使うエネルギーをどんどん減らしていって、最後にはまあ今再生エネルギーということで、全てをですね再生エネルギーにしてカーボンフリーにしていこうということで、新しい街の再開発の中にそういった仕組みを取り込んでいったり、それから先ほど見ていただいたプラントの中もですねどんどん再生可能エネルギーを使って行こうということで、今まちづくりをどんどん進めていこうというふうに考えているところです。